ジャッキー・クーパー、1921年9月15日から2011年5月3日は、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の映画監督、俳優。おじは映画監督であるノーマン・タウログ。3歳の頃、おじの影響もあって、初めて映画に主演。春ローチ作品の短編でキャリアをスタートさせる。その後、 子役スターとして売り出し、おじの監督作品、スキピーデアカデミー主演男優勝候補となった。健康的で、けなげな少年像を大切にしつつ、様々な役柄にも挑戦。チャンプ、バワリーなどが代表作となるが重大後半ともなると、さすがに役がつかなくなり、活動が難しくなった。そして第二次世界大戦勃発とともに、その存在は忘れられ。 俳優としては困難に立たされる。ブロードウェイ進出を目論んだが、これも失敗。ついに引退を決意する。1960年代、戦慄の第四帝国などの TV 作品に出演を続けながらカムバックを狙っていたクーパーは、70年代に至るまでおびただしい数のドラマに出演し、やがて再び顔が知られるようになる。実直、 かつ沈着で見る者に安心感を与える存在感で、かつての子役時代とは趣をことにするような新境地を切り開き、やがてパニック者やサスペンス者の顔とまで呼ばれるようになる。俳優活動と同時に、1964年頃より、スクリーンジェームズ社 TV 制作部門の副社長としても、手腕を発揮、退任後は1970年より、多数の TV 制作。 監督を手掛ける。また映画では、スーパーマンシリーズで、主人公、クラークの上司となる、デイリープラネット社、編集長役で人気を博し、前作に登場。トム・ハンクスと共演した、主演作、恋は、お手上げでは、軽妙な味のある演技を披露している。1989年に、俳優業を引退した。2011年5月3日、病気のため死去。 89歳坊主。ブロードウェイ2ハリウッド、ギャラントサンズ・ジャッキーは、所長、マクミランシリーズの作品である、アフェア・オブ・ザ・ハートの監督を手掛けているが、実はこの物語のシナリオは、ケージ・コロンボのために書かれながら、没になったシナリオを、マクミランシリーズの作品用に転用したものである。なお、ケージ・コロンボとしては、華麗なる罠のタイトルで1990年に、 放送されている。ありがとうございます。